はい、皆さんこんばんは。今日はですね、先日お伝えしたご紹介させていただいたですね、ブリンのマルチフューベルストーブ BL100-T4 という商品のですね、前回はガスでの燃焼を、記録したものですけど、今回ですね、この燃料のボトルに、灯油ですね、ガソリンではなくて、灯油をですね、入れまして、これから燃焼してみようと思います。で、これ今からポンピングするんですけど、約50回ですね、ポンピングしました。それで、こちらにですね、これをつなぎまして、これで、手で、電池は使いません。手で締めました。で、これでですね、テストをしてみたいと思います。ちょっと照明を落とします。はい、というわけで作業台がちょっと燃えたんで、消火してました。熱はすごく高いですね。大体まだ本格燃焼なのかどうなのかわからないんですけど、灯油ですねを使って、燃焼テストをしています。当たり前のことですけども、
こちらの部分ですねが、灯油を使った関係でススで真っ黒になっちゃいました。まあ拭けばですね綺麗になるとは思いますけど、灯油使うとこんなにススが出るんですね。ということはガソリン使ったらもっとすごいんでしょうね。ちょっとですねこれから一回暗くします。はい、これでですね、暗くしました。今灯油での燃焼ですね。これちょっと絞ってみます。これが限界ですかね。これぐらいで、かなりですね、もうちょっと絞ってみたらいいかな。灯油でもですね、かなりの、火力が見込めます。こんな感じでですね、かなりちょっと炎は赤いですけど、青いというよりも赤い炎が出てますけども、こんな感じみたいですね、本格燃焼は。で、多分圧はもうこれで上がってると思うんで、あ、上がってますね。これ以上はかなり硬い状態までポンピングしましたんで、まあ灯油でやるとこんな感じなんですね、きっとね。まだガソリンはこれからちょっと考えてますけど、こんなような燃焼をするという商品です。今からちょっと照明をつけます。こんな感じですね。かなり臭いですね、匂いが。先ほど灯油がこぼれてですね、下の作業台が燃えましたけど、やはり下にトレーをですね引いて、やった方がいいのかもしれません。で、今手をかざしてですね、どれぐらい暖かいのかっていうのを見てるんですけど、かなりかすごい、温度が感じられます。こんな感じでずっと野外であればちょっと今室内でですね、ガレージの中で撮影してるんですけども、こんな感じでですね、燃焼すると、灯油で燃焼するということが分かりました。まあちょっとタンクの燃料全部燃やすまでですね確認時間かかりますんでできませんけど、まあどうなんですかね、全然まだ減ってないですね、この重さを感じると。タンクをですね、ちょっと持ち上げてみたんですけど、全然ですね、なんか重み変わってませんので、全然、かなり長持ちするのかなと思います。はい、ですね、今度は風が強いとどうなるかという、実験をしてみました。今日はですね結構風が強いです。で、今1月ですので、かなりですね気温も、冷え込んでおります。で、今風がこんなに強くてもですね何ら問題なく、燃えてますけど、まあなんか煮たり物を煮たりするときはですね、シールドで覆わないとちょっとまずいですね、これだとね。まあそれはどんなものを使っても一緒かと思いますけど、こんな感じに風が強くても問題なく使えるということですね。